中国空母遼寧が、ついに、6隻の艦隊を編成し、宮古島南西260キロで、ついに、離島奪還訓練を開始したとの情報をキャッチしました。今回は、遼寧の現在の動きと、自衛隊の動きを詳しく見ていきますね。海底には、遼寧に照準を合わせた、東流潜水艦が狙って。いや、中国原子力潜水艦は、すぐに見つかるみたいです。それは、爆音を上げて潜航しているからだと言われていますよね。日本近海に、ここ5年で、中国の原子力潜水艦は、かなりの数増えています。バレてないと思っているのは中国海軍だけです。ポンコツかな。2022年12月15日の朝、長崎県の五島列島の西方沖を南に航行する中国海軍の艦艇群が確認され、その内訳は、航空母艦の遼寧と055型南アキラ級ミサイル駆逐艦ら3隻、フリゲート艦1隻、戦闘支援艦1隻とされた。これら中国海軍の遼寧らの艦隊の航行に対して、日本の海上自衛隊は、長崎県の佐世保港を母港とする、村雨型護衛艦の4番艦、霧雨や P1、および P3 哨戒機を発進させて、その行動を監視する体制を敷いた。すると、翌12月16日には、遼寧らの中国海軍艦隊は、東シナ海上に到達し、その海域において、各艦が搭載している、回転翼機の発着艦を行った後、宮古海峡を通過して、太平洋方面へと、航行を続けたとされる。これら、遼寧らの中国海軍艦隊は、翌12月17日には、沖縄県の沖大東島の南西の海上約 260km の位置に移動し、その日の夕方までの6時間ほどの時間で、またしても、多数の艦載機の発着艦を行ったことが確認された。今回の一連の中国海軍艦艇の行動の中では、航空母艦の遼寧から、延べで、戦闘機がおよそ60回、回転翼機がおよそ70回の発着艦を行ったと召されており、今年2022年5月以来となる、そうした行動に、自衛隊は監視の目を強めている。遼寧からの航空機の発着艦に対しては、万が一の場合に備えて、航空自衛隊の戦闘機も、スクランブル発進を行って備えていたが、日本への領空侵犯等の行動はなく、今回も、また、軍事的な威嚇のみが目的だった模様だ。ちなみに、前回、5月に、遼寧が、同様の航行を行った際には、その時の艦載機の総発着艦数は300回を超過しており、単純な回数という比較であれば、その時よりも、今回の方が、はるかに少ない実施回数に止まったということもできる。中国海軍では、航空母艦としては、この、遼寧以降、2隻目の、山東が収益済みで、3隻目の、福建も、今年2022年6月に進水させており、今後は、アメリカ海軍の空母打撃群に、西太平洋方面では、対照戦を望める規模とすることを目指している。そうした中では、遼寧や山東は、艦首部に、スキージャンプ式の発艦装置を備え、着艦には、アングルドデッキとアレスティングワイヤーを用いる、ストバー方式を採用しており、かつてのロシア型の運用を踏襲している。最新鋭の福建からは、中国海軍の航空母艦も、カタパルトを装備することが打ち出されており、しかも、アメリカ海軍でも、未だ、ジェラルド・ R ・フォード1隻にしか導入されていない、電磁式だと喧伝している。これまでにカタパルトを運用した実績のない中国海軍が、アメリカ海軍でも、
実用化に手を焼いている電磁式カタパルトを実現させることの是非についても見方は様々だが、今は続報を待つ以外にその状態を知る術はなさそうだ。そうした状況下で、中国海軍の一隻目の航空母艦である遼寧は、世界的には練習用の艦艇と見さされているが、ストバー方式の運用として、今年の動きを総合的に判断すれば、艦載機運用の練り度が増していることは間違いないだろう。また、今回、遼寧に随伴している艦艇の中に、055型南アキラ級ミサイル駆逐艦が確認されていることは、同艦が従来の中国海軍の駆逐艦と比して、遠洋への航海能力を飛躍的に高めていることと合わせ、空母打撃群の編成を進めていると考えられる。さて、そんな中国海軍の航空母艦の遼寧だが、今の位置に至るには、旧ソ連の崩壊とその後の混乱が大きな影響を与えており、艦艇自体の経歴としては、実に数奇な運命を経てきたと表現しても、決して過言ではないと思える。今の遼寧は、まず、アメリカと旧ソ連の冷戦時代末期の1985年、当時の旧ソ連が、艦載機として垂直離着陸が可能な YAK-141 戦闘機を搭載する艦艇として、旧ソ連海軍の空母打撃群の構築を目指して、建造を推進したものである。この旧ソ連での計画は、アドミラル・クズネツォフ級航空母艦として推進され、今の遼寧は、その中の2番艦、ワディャーグとして、当時、旧ソ連の構成国の一つであったウクライナで、建造が開始されたのが、始まりである。ワディャーグは、1985年末に、ウクライナのムコライウの造船所で寄港され、3年後の1988年には、なんとか進水を終えたが、1991年末に、旧ソ連が崩壊を迎えたことで、建造作業が中断、資金不足から、その状況がしばらく続いた。旧ソ連の崩壊後に、その後継国家となったのが、現ロシアだが、ロシア海軍では、ワディャーグの完成を諦めておらず、なんとか費用をひねり出して、建造を進めようとの案は出されたものの、結局のその捻出は、叶わなかった。また、単なる建造費の捻出という問題に止まらず、旧ソ連の崩壊によって、ワディャーグの建造を行っていたウクライナは、独立国となったこともあり、政治的にも、未完成の同艦の帰属について、両国が争う事態を招いた。ただし、ウクライナ自体も、予算上はもちろん、仮に、ワディャーグを完成させたとしても、自国で運用するような体制の構築は困難であったため、ロシアとウクライナは、未完の同艦を第三国に転売して処分する計画を立てた。その当時のワディャーグの状態は、艦隊がほぼ完成、機関部が8割方、その他の設備が2割方まで進められていたとも言われているが、売却の希望価格は、艦載機込みでおよそ40億ドルが提示され、決して安価とは言えなかった。そのために、ワディャーグの購入候補国として名の上がった第三国。これは、インドや中国、そして南米のブラジル等の新興国だったと言われているが、それはいずれも、その高額さから購入には至らず、時間のみが経過していった。やがて、その状態で、1993年を迎えた、ワディャーグに対して、ロシアは、正式に、所有権をウクライナに譲る形で撤退。ウクライナは、その後は、艦艇としてではなく、スクラップ扱いで、およそ2000万ドルで処分する方針に転換した。当初の40億ドルに比すれば、スクラップ扱いとはいえ、2000万ドルという、ワディャーグに付けられた価格は、破格の安値だったとも言えそうだが、これに飛びついたのが、マカオに身を構えるとされた、中国系の企業だった。
1988年に正式にバリャーグの購入に踏み切ったこの企業は創立集団余裕娯楽公司といい、その購入の目的を戦場カジノとして利用すると述べていたが、その経営者は中国海軍の退役軍人であり、企業としての実績も皆無であった。バリャーグを中国に開港するには、トルコが管理するボスポラス・ダーダネルスの両海峡を通過させる必要があったが、中国政府はトルコと政治的な取引を成功させて、その問題をクリア、2001年に自国への開港を実現させた。翌2002年に、バリャーグは中国海軍の多数の艦艇が建造されている大連港へと移され、以後、しばらくは動きはなかったが、2005年に本格的な整備作業が開始となり、戦場カジノの話など、いつの間にか完全に消えていた。そして、それから2年後の2007年になると、バリャーグは中国海軍が練習用の艦艇として収益させることが伝えられるようになり、中国が意図を偽って同艦を入手し、自国の航空母艦保有という目的を目指していることが明らかになった。中国海軍によるバリャーグの修復作業は難航したものの、なんとか2011年8月までをかけて工事が行われて完成を迎え、以後は複数回のテスト航海を経て、翌2012年9月についに遼寧と命名されて中国海軍への収益を果たした。こうして遼寧が中国海軍初の航空母艦として収益するまでの経緯を振り返ったとき、ウクライナと中国の関係を指して今の日本に悪影響を与えたと考え、ロシアへの経済制裁や今のウクライナへの支援を行うべきではないとの主張も散見される。しかし、1990年代までの中国への軍事品の輸出は、ウクライナどころかフランスやアメリカも平気で行っていたことであり、中国を市場として価値のある投資先と考えて増長させた要因は、等しく西側諸国の側にあったことは否めない。